バブル絶頂期に福島から上京した僕の思い出を語るシリーズ、上京シリーズの本編の1989年編なんですけど、その前にプチ上京編として、僕の現役の美大受験を振り返る話をしていきたいと思います。まあほぼ個人的なバブル期の東京受験滞在期なんですけど、それとを振り返ることによって、その当時の文化、1989年平成元年の文化と、あと僕と同世代の皆さんの、なんて言うんだろうな、備忘録じゃないけど思い出の歓喜に取り合いになってくれたらいいなと思ってます。それでは始めます。1989年の2月の頭、福島市在住の高校3年生だった僕は、武蔵野美術大学の試験のために、まあ受験のために上京したんですね。で、先にデザイン系の試験を済ませた同じ高校の友人って、このキノピオがいますけど、ほんとキノピオに似てるんですよね。一郎ってやつなんですけど、そいつとアルタの前で待ち合わせをしてたんですね。まあね、田舎者が無理してアルタの前で待ち合わせしてたって。でもお互い無理してるっていうのは、みじんも出さないっていうね。で、まあそんなね、笑っていいともな、あのアルタの前で、あの福島の片田舎の高校の友人が自分を待ってるっていうね、非日常事態っていうか、この非日常感がたまんなかったですね。でもなんかそんなことをお首にも出さずというか、僕らはもうしょっちゅうここで待ち合わせしてるんだよみたいな顔して待ち合わせしてたんですね。で、アルタの入り口付近で再会して、まあほっとしましたけどね。顔見た時は、当時はもう携帯電話とかないんで、もうそのね、約束の時間、約束の場所ってのが全てだったんで、嬉しかったですね。で、ガッチリと握手したんですね。そうするともう、上京してまだなんか、5日目ぐらいなのに、その友人ってのは、もう都会に染まってて、とりあえず飯でも食おうぜってこう、軽く言ってくれたんですね。僕の方は、その前の年の夏に、東京に長期間滞在してたんで、なんかこいつ無理してんなって思ったこと覚えてますけど、お互い様なんですね。っていうのも、僕はその時にアルタって中に入れるんだって内心思ってたんですね。でもそんなことは言わなかったですよ、その友人に。あ、アルタって中入れるんだってちょっと驚いたんですけど、もうそんな動揺はもうみじんにも出さず、友人と二人でこうアルタの中に入っていったんですね。で、アルタに入っていくと、当時なんか流行ってた妙な玩具がたくさん売ってたんですね。それが、音が鳴ると揺れる花のおもちゃって言って、なんて言ったかな、名前。まあ、後で、字幕では入れときますけど、ミュージックフラワーとか言ったかな。まあ、これが、アルタの1階のなんか雑貨屋さんじゃないけど、その1階にもう所狭しと並んでたんですね。うん。って揺れてるんですよ。音楽に合わせて。ふにゃ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 。で、それ見て、こんなものを何が面白いのかねって僕は思いつつ、まあそれを横目に素通りして、アルタの地下の食品店、アルタの地下にラーメン屋さんがあったんですね。でもちょっと落ち着いて感じのラーメン屋さんってわかりますかね。それがあって、そこで飲食店か、食品店じゃなくて、で作戦会議をしたわけです。で、先に受験したそのキノピオニの友達は、まあ試験会場や試験内容ですね、あと学科のレベルですね、うん、大したことないって言ってましたけど、あとは大学周辺の様子とか、まあ実にためになる情報を教えてくれたんですね。でもこれはもうありがたかったっていうよりは、もう本当にリアルで僕のために受験してくれたようなものだったんですね。まあこのキノピオは全然美大受験の準備なんかしてないんで受かるわけないんで、もうなんか僕にとっては僕のために予行練習してくれた、なんか人のいいやつっていう感じだったんですよね。もうまさに心の友っていうか、まあ心の友って言ってる割に名字とか思い出せないんですけど、で確かこれがこいつに会った最後の時だったと思うんですよね。僕高校の卒業式も出てないんで、でこの一郎ってのもあんまり最後の方学校来なかったんで、多分これが人生で最後の顔合わせだったと思うと、なんか不思議ですね。その時はそんなこと夢にも思わなかったですね。で、新宿で友人と別れて、そのまま中央線に乗り込んで、その後、吉祥寺のホテルにチェックインしたんですね。
で当時は受験生パックとかいうなんか宿泊プランがあって、まああの受験生をなんか空いてるスイートに泊まらせるっていうぼったくり商売っていうかねまあ何にも知らない田舎者を騙すようなそういうのだったんですけど、当時何も知らないんで、受験生ってなんかすごい豪勢な、あの大学受験って本当豪勢なんだなって変な勘違いをしてましたね。でチェックインまでちょっと時間があったんで、ロビーで各チームに目を通したんですけど、その頃はリクルート受験っていうのが佳境で、でそれもなんか NTT ルートっていうのに突入してたんですね。で僕すごいこの日新聞よく覚えてるんですけど、 NTT 会長にも疑惑っていう朝日新聞に対して、読売の方は NTT 会長が不正を働く社員を一括って、なんか全く反対のことが書いてあったんですね、その NTT の当時の会長に関して。で結局その会長ってのはその後に受託収賄で逮捕されたと記憶してるんですけど、まあだからこの報道に関しては朝日新聞の勝利で終わったっていうね。だからなんか2つ新聞見て、なんで全然大手の新聞が全然別のこと書いてるなってすごい印象に残ったんですね。で僕ってあの上京するにあたって父親から条件がいくつかあって、その中の一つが新聞を取るってことだったんですね。で上京後に僕ってあの3ヶ月ごとに朝日新聞と読売新聞をこう交互に取ってたっていう、なんとなくそれでバランスを取ろうとしてたんですね。うん、それってこの時のその NTT の記事が全く正反対のことが書いてあるっていう、だから両方読んで自分の中でバランスを取ってたって、そんな感じがありましたね。でここで唐突ですけど、当時流行ってた音楽っていうかバンドですね、これはサディスティックミカバンドの再結成ってのが当時話題になってて、あのモデルの桐島カレンがボーカルになって、新曲を出してましたね。でこれ CM バブル期ってこう後ろが真っ白っていうホワイトバックの CM がすごい多いんですね。まあ CM だけじゃなくて PV とか他にもあのポスターとかも後ろが真っ白ってのが多いので、それがなんかバブル期の特徴だなって思ってます。でまあ今ね、加藤和彦もそして幸宏もいないっていうのはなんか信じられないですけど、まあそれが35年っていう時の流れなのかなって思ったりもしますね。で僕の時代でもうサディスティックミカバンドって伝説のバンドだったんですね。でその伝説ってのがいよいよ実体として登場するみたいな、そういう感じだったと思ってます。で僕はあの別動画でサディスティックミカバンドについて動画作ってるんで、それ結構気合い入れて作ったんですけど、あの初期の動画なんでいろいろたどたどしいとかあるんですけど、まあ結構面白い動画だと思うんで見ていただきたいなと思っています。で当時のバンドでもう一つ忘れられないのが布袋寅泰と吉川晃司のコンプレックスですね。この頃日曜日のお昼に泉谷しげるが司会の音楽番組なんてちょっと狂った音楽番組をやってて、そこでこのコンプレックスの Be My Baby が初めて披露されたんですね。しかもこのプロモーションビデオの撮影の現場に潜入みたいな感じで、だからこのプロモーションビデオもすごい印象残ってますね。でやっぱりこれもホワイトバックですよね。で最初聞いた時は僕はあの正直あのいまいちだなって思ったんですね。いまいちっていうよりももうちょっとひどくて、あのちょっとかっこ悪いなと思ったんですよね。うん、今は好きなんですよ。でもその時って吉川晃司は鍋プロのあのなんて言うんだろうな、近未来アイドルみたいなのを捨ててこういう風になったわけじゃないですか。でなおかつ布袋の方はボーイを捨ててこういうものになったっていうか、あの日室京介があの俺と別れてやりたかったのはこれなのかって言ってた らしいんですけど、僕も似たような感想を最初思ったんですね。でも今は好きですねこの曲懐かしいですね。もうバブルを象徴するようなロックサウンドだと思ってます。で東日本大震災の復興支援コンサートで2011年の7月かな、東京ドームで復活ライブをしたんですけど、今回も能登半島沖地震のあの復興支援として5月に 2days で東京ドーム公演をやるんですね。まあ、平日なんでどうなのかなと思うんですけど、まあ志はいいことですし、ぜひ成功してほしいなと思ってますね。で12年前のあのかっこいいオープニングアクトを
超えられるのかななんて意地悪な見方もできるんですけど、頑張ってほしいなと思ってます。で、話は戻りまして、僕は武蔵野美術大学の下見に行ってきて、吉祥寺に戻るとすでに夕暮れ時だったんですね。で、お茶の香りがすごいいい匂いのするアーケード街を抜けて井の頭公園に行ったんですね。で、すごい素敵なところだなって思ったんですね、吉祥寺の街を。なんかあの雰囲気にすっかりやられてましたね。そしてなんか自分の過去を思い出したり、かなり感傷的な気持ちになってたんですね。あのノルウェーの森の登場人物の美大生の伊藤ってのが吉祥寺に住んでるっていう設定なんですけど、あ、この街に住むのもいいなって思ったりもしていたんですね。で、そんな思いをさらに決定的にしたのはその夜なんですね。ホテル1階のレストランに僕は食事に行ったんです。なんでホテルのレストランに行くんだっていうと、フルコースのディナーが受験生パックっていうふざけた話だったんですね、バブル期っていうのは。もう完全なるぼったくりっていうか、もう田舎者のなんか受験生を騙してるっていうか、もう金を踏んだくってるっていうか、だからもうそこに若者っていうか20歳以下の人間って僕ぐらいしかいなかったんですね。で、ディナータイムなんでピアノの生演奏が始まったんですね。なんかバーカウンターとかある、本当あのホテルの立派なね、あのレストランっていう感じで、高校生の福島のガキが入っちゃいけないようなところだったんですけど、まあそれでディナータイムのピアノ演奏が始まって、でドレスを着た女のピアニストが演奏を始めたんですけど、そこで不意にあの曲が流れたんですね。で、そこで流れてきたのがこのダニーボーイだったんですね。まあ本当はもっとちゃんとしたアレンジで演奏されたんですけど、僕この曲大好きで、あの村上春樹の世界の終わりとハードボイルドワンダーランドのすごい重要なシーンで用いられていた曲で、なおかつ僕が当時好きだったあのエドワード・ホッパーがモチーフの AGF の CM 曲でもあったんですね。で、僕ほんとこの曲が自分の高校時代のテーマ曲のようになってて、それがこのタイミングでここで流れるかっていう、僕がリクエストしたわけでもないんですよ。びっくりしましたね。で、これその AGF の CM なんですけど、エドワード・ホッパーの絵画をイメージしてっていうか、そのまま使ってやってる CM で、もう音楽も好きだし映像も大好きだったんですね。で、世界観っていうか、家族の顔を、で、これあの AGF の CM ですかね、海外のあのコーヒーの CM じゃなくて、日本企業がバブル期ってこういうね、お金をかけた CM を作ってたっていう。で、僕もなんかこれ見て、やっぱりそういう表現の世界っていうか、作品とかに憧れましたね。自分のその思い出とかね、そういうものを形に落とし込んでいくっていう。家族です。僕は立体を目指してたんですけれども、本当になんか影響を受けましたね。だからこの曲が本当ね、明日その美大受験だって、ついにやってきた美大受験だっていう時に流れたっていうのは本当運命的なものを感じましたし、まあこっそりグラスワインとか頼んでたんですけど、その真っ赤なねグラスワインを見て、ピアニストのドレスの背中を眺めつつ、自分の中にこう情熱の炎が灯るのを感じてましたね。いよいよだなっていう感じで。で、部屋に戻って、で、なかなか興奮とかなんだかんだで眠れない僕はテレビをつけると、真夜中になんだか騒がしい番組をやってたんですね。それが平成名物テレビ、三宅裕司のイカスバンド天国、イカ天だったんですね。で、眠れぬ夜に暇つぶし見てると、どうやらそれってのはアマチュアバンドの勝ち抜き番組であって、第2回放送だったんですね。で、その前の週の生放送で女性ボーカルがパンツを脱いで番組批判したっていう話を2人はしてて、先週は大変だったねみたいな話をしてるっていうような、今では考えられない番組だったんですね。で、僕はその番組のある人物に目が止まったんですね。ひょっとして小原康子って、そう三宅裕司のアシスタントとして立ってたのは当時の売れないアイドルの小原康子にそっくりな女だったんですね。小
原靖子ってまあ B 級アイドルとしてはまあそこそこ名前は知られてたんですね。でもあのアイドルアイドルしてた小原靖子と違ってショートカットの騒がしい女だったんですよね。しかも自分のことを僕とか呼んで名前も相原優と名乗ってたんですね。でもうそれでわけわかんなくなったんですけど、そもそもその番組ってバンドオーディションとか言ってるんですけど、出てくるバンドも聞くに耐えないものばかりだったんですね。色物みたいな。だから何やってんだろうと思って見てたんですけど、まあしかしながらまさかそんな変な番組がその後空前の大イカ天ブームを巻き起こすことになろうとはこの時は思わなかったですね。でさらに言えば僕がそれに完全にハマることになろうとはこの時は本当に思いもしなかったですね。何なんだこの番組はって受験生を舐めてんのかぐらいに思ってましたね。そんなわけでいよいよ試験当日ですね。この受験は僕にとって最初の美大受験ですね。当然それにまあなかなか忘れがたいものになってますね。で実際に忘れようにも忘れられない事件ってのが起こってしまったっていうこともあるんですけどね。まあそれについては後で話しますね。でこんな感じでもう超のどかなもう山手線とかは大違いの西武国分寺線で向かうは小川町の高野台駅だったんですね。こんな感じで試験期間中は突き抜けるような良い天気でしたね。で当時の僕は上野と新宿くらいしか知らなかったんで、東京郊外ってこんなにのんびりしてるのかって驚くと同時に、まあこんな町なら住んでもいいかもねぐらいに余裕をかましてたんですね。で入試は2日間で、初日は学科試験だったんですね。英語と国語ですね。で翌日の2日目は鉛筆デッサンの実技試験だったんですね。で学科が200点で実技が300点で500点満点の試験だったと記憶してますね。で初日の学科試験なんですけど、これがびっくりするぐらい簡単だったんですね。少し前にやったら共通一次とは比べ物にならないぐらいの低難度っていうか、これ高校受験なのみたいな問題だったんですね。だからまあそれでも余裕ぶっこいちゃいましたね。で学科を難なくこなして翌日の実技試験に相になったわけですね。で翌日試験会場って油絵科のアトリエだったんですけど、そこに入るとそこに用意されていたのは着衣のモデルさんだったんですね。で薄着のモデルさんが椅子に座ってるっていう、そしてパンフレットを手に持ってるっていう格好してたんですね。で人物の鉛筆デッサンだったんですけど、僕人物の鉛筆デッサンって絵を習う前から得意だったんですね。自己流でやってた時から。だからもう本当楽勝だなって客観的にもそう思ってましたね。しかしながらそんな楽観的な思いは試験開始後すぐに吹き飛ぶことになったんです。でその日は快晴だったんで自然光で試験が開始されたんですね。まあアトリエっていうのはその採光が光を取り入れるっていう、それがちゃんとできててすごい綺麗な自然光の中で絵を描けるんですね。でみんな気持ちよくデッサンをスタートさせたんですけど、しかしながら2ポーズ目くらいから一気に暗雲が立ち込めてきたんです。というか実際に分厚い雲が空を完全に覆ってしまったんですね。あの昼なのに夜みたいに暗い空模様ってあるじゃないですか、あの夕立が来る時とか。この時は突然そんな状態になってしまったんですね。でしかも僕が割り当てられた位置ってのは壁側だったんで、モデルはおろか描いてる画面すらよく見えないんですね。でしかも時間を追うごとに状況はどんどん悪くなっていくんですね。でじゃあ電気をつければいいじゃんってはならないんですね。言うまでもなくデッサンにとって光は命なんで、途中でその光の方向とか変わってしまったら絵にならないっていうものもあるんですよ。でそんな状態でもいたずらに時間が流れて、僕も内心かなり焦ってると試験中なのに隣の男が大きな声で話しかけてきたんですね。全く見えませんよねって。僕が あ見えませんって言ってシーンってするアトリエなんですね。まあもともとテスト中なんで、デッサンとは試験中なんでもともと静かなんですけどね。でお昼が過ぎても真っ暗空模様はそのままだったんですね。で驚くべきことに午後の試験はそのまま試験継続だってことが告げられたんですね。で隣の男はこれじゃ不公平でしょって
東京弁で試験官に抗議するんですね。すると試験官が対策を協議中なのでしばらく待ってくださいって答えるんですけど、まあなすべくなく時が流れて、僕はもう絵も描けないんで腕組んでましたね、ずっと。でじいじと時間が進んで、好転するどころか今度はもう全体が真っ暗になってしまったんですね。だからもはや全く見えないっていう人間は僕らだけじゃなくなって、ほぼ全員になってたんですね。だから時折ため息とか苦笑いの声が響いたんですけど、まあラスト2時間を切った段階でそこまで書いていったっていうか、まあ試験が最初のデッサンが打ち切られてしまったんですね。でその後すぐ照明をつけて残りの時間で2枚目のデッサンを書くっていう、なんとも不思議な、なんかその落としどころになったんですね。でもまあその電気がついた時に僕はその自分のデッサン見たんですけど、まあ最初のデッサンは進行度的にかなり厳しいものがあって、実際に僕らの壁側と窓際ではデッサンの内容が明らかに違ってたんですよね。で時間ない中ハイスパーで書いた2枚目のデッサンですけど、まあ、あんまり記憶がないんですけど、その時点でもうこの試験ダメだなと思ってたんですね。だからもう試験前のあののどかな高野台のこの晴れた空の好印象は吹き飛んで、もう要はもうこんな学校二度と来るもんかって、もう怒り心頭だったんですね。こんなクソ学校二度と来るもんかっていう、ね、判断もできないし、このバカどもがとか思って、ね、まあ思ってたんですけどね、ひどい目にあったっていう。そしてその言葉通りというか案の定落ちてしまったんですね。でその後吉祥寺のホテルに戻って一泊して福島に帰ることになってたんですよね。でこの時点ではその合否ってのはまだ分かってないんですけど、当然試験終わったばっかりですからね。でもこれはダメだってのはもう重々承知だったんですね。だからもう頭に来ちゃって、で前の日なんかこうね、井の頭公園の夕闇にこうエドワード・ホッパーとかアンドリュー・ワイスを感じて、してダニー・ボーイにこうねエモーショナルになってたっていう、そういうね自分はどっかに吹き飛んでて、とりあえずなんかホテルで一人残念会でもするかみたいな気持ちになって、あの持ち込みでねいろいろねしこたま焼け酒用のものを買い込んだりしてたんですけどその時に覚えてるのはビッグコミックスピリッツを買って帰ったんですね。うん、普段あんまり漫画とか買わないタイプなんですけど、ビッグコミックスピリッツってこの頃すごい勢いがあって、で人気エロ漫画の冒険してもいい頃っていうのは宮須のんきっていうの話が佳境の頃だったんですね。うん、で僕はこう焼け酒を割りながらこうねそれ読んで、で主役のヒロインの女の子がこうすごいエッチな目に遭ってるっていう回だったんですけど、それ見てなんかもう自分の中のサディズムっていうかこうイライラしてたんで、もうざまみろぐらいに思ってたのすごい記憶に残ってるんですね。ほんと精神状態良くなかったなと思って、でホテルの部屋でこうやわらとか絵本を読みつつ、まあ吉祥寺の夜は更けていったって話なんですね。そんなわけで僕の現役の最初の美大試験の話はどうだったでしょうか。まあいつものことながらそんな個人的な話されてもって思う方もいるかもしれないんですけど、まあ僕がやりたいのはこういうことなんでプロレスと交互に今年は上京シリーズをやっていこうと思います。でプチ上京シリーズの試験編なんで、そんな自分でもなんかそんなに面白いものではないと思ってるんですけど、これを経ないとダメだなって思ってます。で30年も経つのに恨み事というのもあれなんですけど、やっぱりあの試験の対応はひどかったですね。みんな等しくひどいんだったらいいんですけど、あんまりにも不公平だったと思いますね。で美大の試験って限度を超えて人がいるんで、位置的な不公平っていうのはどうしてもあるんですね。でもそういうのは当たり前にあって、そういうものは受け入れるんですけど、しかしながら全く見えない中で絵描けっていうのはひどすぎるだろうって話で、なおかつその対応に改善に最善を尽くさずいたような気がしたんですね。って実際そうだと思うんですよね。だからこっちは人生かけてるんだから、最善を尽くさず運で済ますなって言いたいところもありますね。
で、客観的に考えて、もしまともな試験だったら、この時に僕は現役で受かってたと思うんですね。事実、学科で言ったら、浪人の時よりも2、30点上回って取ったと思うんですよ。多分90点くらい取ってたと思うんで、両方とも。で、鉛筆デッサンにしても、ほぼ1年間鉛筆を使わなかった浪人時代より、この時の方が鉛筆は書けてたんですね。っていうのも、芸大の試験って鉛筆じゃなくて木炭なんで、浪人的と木炭デッサンしかしてなかったんですよ。だから、もしまともな試験だったら、僕は浪人することなくって思っても、やっぱりね、そこはその後のね、35年っていう日々の重みがあるんで、僕は今の自分って、こうやってね、皆さんと話してる自分で、自分のその周りってのをこよなく愛してるんで、そのもしってのはいらないかなって思ってます。ただあのね、井の頭公園でいろいろ感じてた、感受性がマックスだったあの頃の自分に対して、もうほんとね、ただただ遠くなったなって、ただただ懐かしくなったなっていうのが、少し切ないなって思ってますね。若さっていうのは本当あっちゅうまで、でも若さをなくしても人生そんなに悪くないんだぜって、井の頭公園の18歳の僕には教えてあげたいですね。というわけで、受験シリーズはあと1回続きます。芸大編があるんで、よろしくお願いします。それではまた。